こんこ、ゆきこちゃんの中の人です。プレイステーション4版スカイリムモッドを導入した雪だるまでももう一度冒険した雪第3話始めたいと思います。新しく導入したモッドと前回の放送で紹介したモッドを一つ削除したいと思います。まずは新しく導入しましたモッドの紹介をしたいと思います。まずはこちら、エターナルサンシャイン。とても自然な朝日と夕日と青空にするモッドだそうです。お次はこちら、バード&フロックズダンジョンとかフィールドのところで鳥やコウモリが羽ばたくモッドになっています。お次はこちら、こちらのモッドは同胞団に加入してファルカスの装備が初期装備から狼鎧になるモッドです。もう一つのモッドの方がうまく動作しなかったのでこちらも導入しました。これから同胞団のクエストを進めていきますので、その時にどのように変わるのかお見せしたいと思います。以上3点がこの動画で新しく導入したモッドです。前回までの配信で導入してきたモッドを一つ削除したいと思います。その削除するモッドはこのダークウォーターホーム、それかリッドホームズマーナー、こちらのどちらか一つを削除したいと思います。なぜ削除するのかと言いますと、このモッドは同じ箇所に建物が建つモッドになっています。ですのでどちらか一つを選ばないといけなくなっています。でないと2つが融合して建ってしまって正常に作動しなかったりしてしまいます。なので今回はこちらのダークウォーターホームの方を削除したいと思います。これでこちらのリフトホールズマナーの方が残りました。それではゲーム画面に切り替わります。先日の配信ではチケットルームを紹介してしまいました。今日はメインストーリーを進めようと思ったのですが、先日紹介しました同胞団の人々が特殊な動きをするモッドなのですが、こちらは同胞団に加入しないと発動しないということで、先に同胞団に入門したいと思います。あの二人はまた来るのか。肩が回った時に撃て、相手に隙が生まれる瞬間だ。聞いたわね。よし、いやまた殴り合いしてますね。何をのんびり構えてるんだ。もう戦いだ。息の根を止めるのよ。ちょっと準備が変わってないですね。あ、変わっていないので名前が自分の表示になっています。死んでしまえ。あ、英語字幕になってます。あれ、殴り殺してやろう。
あれ、すごいですね、トーマーが。あと行かないよな。本当ですか。ダメなら固定してくれ。すごいですね、トーマーが狼鎧着ていますサークルのメンバーになっちゃった。話しなさい。兄弟のビルカスは俺より話し上手だ。そしたらベッドの方を変えまして、あれ、はい、ファデカスとお菓子スコール。おかしな真似はするなよ。おかしいです、狼装備の腕をつけていないです。あら、あなただったの。同胞団の、その血の呼ぶ声が今も聞こえるんだ。我々は皆そう。確かに荷が重いかもしれないが、同胞団に入れてくださいと頼みます。俺と兄弟は見ての通り、お前の見方は見ない顔だな。だが他の者たちが入れていただけませんか。今すぐに、うん、ちょっと顔を見せてもらえるかな。うん、悪くない。なかなか根性がありそうじゃないか。マスター、本当に彼女を受け入れることを考えていないのか。私は誰の主人でもある。ビリカスはちゃんとこの前見た時は狼装備つけてます。ジョルバスクロにベッドの空きがあったはずだ。心に炎を燃やすものならあそこで眠る資格があろう。あと名前が英語になっています。だがおそらく今はその時ではない。そのよそ者の話さえ聞いたことがない。名のある者たちが我々を訪ねてくることもある。名声を求めて訪ねてくる者もいる。どちらでも同じことだ。要は心が大事なのだ。それと武器だ。もちろん戦いは得意なんだろ、お嬢さん。教えていただきたいんです。魔法しか使うことできなくて、剣の腕がさっぱりで。良い心がけだ。それならここにいるビルカスが面倒を見てくれよ。ビルカスよ、彼女を庭に連れて行って何ができるのか確かめてやれ。ああ。戦いを始める、始まりました。ビルカスさんに腕を見ていただこうと思います。お願いします。あの老人からお前の力を見るよう言われている。さあやろうじゃないか。俺に向かって攻撃してみろ。腕を見てやる。心配するな、ちゃんと受け止めるから。我の獲物だ。お願いします。いい腕をしてるな。悪くない。次はもう少し手強いぞ。うまくやれそうだな。だが当分は使い走り役だぞ、ちんまい。やれと言われたことをやるんだ。これが俺の剣だ。エオルンドのところへ届けて研いでもらってこい。取り扱いには気をつけろ。おそらくお前の命よりも価値があるからな。剣は命より重い。こちらをエオルンドさんに渡しに行きたいと思います。もう起きてるんだ。朝早いですね。どうしてここにいる。名前が英語表示になっています。あれ、こんなにお洋服はだけてましたっけ。ということは新入りだな。おい、あまり気にするな。みんな昔は若造だった。その話をしたくないだけだろ。言われたことだけをやるのはやめろ。
同胞団では誰の指図も受けることはない。まあ方法は分からないが、とにかく彼らは指揮を取っていた。イスグラモル以来指導者がいないのだ。コドラクは導き手で全体の相談役のようだ。だが男も女も頼りきらず自立している。頼みたいことがある。アイラの盾を作っている。悲しむ妻のもとに戻らなくてはならない。これをアイラのもとに届けてくれると嬉しいんだが。わかりました。アイラさんに届けてきますね。お尻がこちらもモッドによってすごいですなかなかはだけた衣装に変わっています。あれあれ珍しいです。え、ここで食事ですか。君はなかなか根性があるそうじゃないか。そのうち我々の仲間になれるかもしれないな。あ、すごいです。独特な。兄弟のビルカスは俺より話し上手だ。その辺にいるだろう。あ、すごいです。元の力でこのジュルバスクルでくつろいでる妹を取るようになっています。こちらをアイラさんに。アイラさん盾できました。アイラさんの衣装も一緒に狩りがしたいなら足が速くて正常に作動しております。ちょっとだけ夫の順番を入れ替えたりしてみました。ああよかった、これを待ってたのよ。あら見たことある顔だわ。さてはあのじいさん、あなたが関心を持ったと思っているのね。話したろ、こいつがビルカスの言ってた小娘だよ。ええ、派手にぶちのめしたって聞いたわよ。小娘って言われた。ビルカスの前ではそんなこと口にするな。本気で戦ったらビルカスを倒せると思う。アエラさんなら余裕で勝てるんじゃないでしょうか。ああ、行動で示すタイプなのね。そういうところが好きだったのよ。ほら、一休みする場所をファルカスに見せてもらいましょう。ファルカス？呼んだか？当たり前でしょ、おバカさんね。この新人に他の若造たちの寝場所を見せてやって。新顔か？ああ、お前は覚えてるぞ。さあ、ついてこいよ。これでお部屋に連れていただければ。スコールとアイラにはよくからかわれるが、コドラクさんが歩いてる。彼らは常に最善を尽くすよう求めてくる。新顔は歓迎だよ。たまに退屈するからな。ずっといてくれることを願うよ。辛い人生になるかもしれないからな。部屋はここだ。疲れてるんならベッドで休んでくれ。ティルマがいつも部屋を掃除してくれる。よし、あんたはここの一員だ。他の連中もあんたに会いたがってる。仕事が欲しければ俺かアイラに会いに来るといい。名前を売ればスコールやビルカスからも仕事が回ってくるかもしれない。頑張れよ。同胞団はあんたを歓迎する。よろしくお願いします。ところで、もし手持ち無沙汰なんだったら、まさにここホワイトラン要塞で問題が起きている。なんとかしないとな。はい、どんな連中を相手にするんでしょうか。卑しい山賊どもだ。あの腰抜けたちに刺したる牢はいらないだろう。任せてください。そうでなくてはな、情けは不要だ。一瞬もし手持ち無沙汰なんだったら。ハルカスがエルダーマクソンに見えました。ンジャタさんはそのままで。そもそもスコールがあなたを入れた理由もわかりませんね。あなたが来るまでは私が一番の新入りだった。これは何の装備だろう。別に気にしないで、コツを教えてあげるわ。あ、すごい、剣の手入れをしている。
独特なエモートに何やってんのよ。昨日は熊を一頭仕留めた。やっぱりこのトーバーが狼ゾンビ着てるの。新入りだな。そうだろう。な、そうなんだろう。ただの飲んだくれだったのに。思っても見なかったんだ。すごいサークルの一人に見える。誰でも入れてもらえるような感じだな。やはり切り物によって後で蜂蜜酒醸造所に行って様子を見てみた。風に乗った蜂蜜の香りがするぞ。できるだけイーストマーチに行くのは避けている。空気が何かおかしいんだ。ただの飲んだくれじゃなくなりました。ここで一つ悲しいバグが発生しました。ファルカスのクエストを受けて進めるとクエスト報告ができなくなっていましたの。なのでファルカスじゃない同胞団のメンバーからクエストを受けたいと思います。フィルカスから受けたいと思います。今はどうしてここへ来た。旅の途中で妙な生き物でも見つけたか。こちらに切迫した内容の書状が届いている。ホワイトラン市民の一人が誘拐された。同胞団に助けを求めてきている。それに答えなければならない。これだけ報酬がいいと特にな。さっさと行け。もし手遅れになったらと考えるだけでもゾッとする。救出作戦を受けました。あとはこちら、ここがビルカスのお部屋。何でも取ることができるようになっています。またベッドも、あ、すごい。ここはいつもミルカスのベッドになっていて眠ることができなかったのですが、眠る表示が出てきています。錬金器具棚ができています。次は反対側のファルカスの部屋。あ、すごいです。アイテムが取れるようになっています。あ、あれ？ベッドの向きが変わってる。90度向きが変わっています。そして眠れるようになっています。変わっています。次はアエラさんの部屋に行ってみます。アエラさんの部屋のベッドも眠れるようになっています。アエラさんのアイテムも全部取れるようになっています。そしてスコーデの部屋も ベッドが眠れるようになっていて、アイテムを取ることもできるように変わっています。このラクの部屋に戻ります。時々ソブンガルデの霧の夢を、なぜかコドラクの部屋にアルケイ不術器が置かれております。すごいです。ジョルバスクルの中もいろいろと変わっています。それではビルカスから受けたクエストを消化しに行っていきたいと思います。縦の握りの具合が悪くてちょっと見てくれないか。すごい。私は戦士です。鍛冶屋じゃない。
握りの具合が悪かったら教えてくれないか。エオルンドが作ったなら悪いのは握り方かもしれません。明日もう一度やってみましょう。あんたは探検しか使わない。それは探検だ。敵はよく攻撃でき、切れ味も鋭い。クジラに立ち向かうタチウオのようにね。だがクジラはタチウオを食っちまう。そして結局は後悔するんだ。小型のナイフを使うときよりもっと歯を離した方がいいの？体に近づけておけば制御しやすくなる。だが打つときのバランスが取りにくくなることもある。結局は足さばきがものを言うんでしょうね。その通り。上半身で大きくて重いものを振り回すときは下半身でしっかり支えないと。そうしないと倒れるぞ。すごいですね。同胞団のメンバーが同胞団。そのうち一人前になれる。だが今は訓練を続けると。動きをしています。訓練はもう十分だ。戦いに出たい。今はまだ戦う時じゃない。スコールがそう言うまでは今は訓練だ。言うのは簡単だ。戦いに行ってみろ。戦う前にまずは訓練しなきゃならない。お空もとてもいい天気です。んじゃったさんは右側で剣の訓練してて、それをスコールとビルカスとファルカスが見てくれてるんだな。君がもっと長い剣を回ったかと。トーバーとアシスさんは殴り合ってます。次の訓練組手かな。戦い方が同じだなと思って。アイラさんは弓の訓練。そうだな。弓の腕をもっと上げるか、これから学ぼうとするかのどちらかな。すごいですね。同胞団のみんなが一つのところに集まってる。それではイルカスから受けた同胞団。しばらくはそういう風に感じる。でもいずれは慣れるよ。そうすれば使った方が動きは早くなる。バルトヘイムタワー、ここです。ここに人質がいる。止まれ。ここは有料道路なんだよ。私たちの道を通りたかったら200ゴールド払いな。そんなに高いです。説得もあるんですね。あ、ここは強気で出ていきたいと思います。おや、腹綿を巻き散らされるってのに強気だね。これは驚いた。聞きませんでした。まだ闇の中の魔力が世界が美しくなってしまったので、闇の魔力も美しくなってしまったのかもしれないと思います。覚悟はできてる。野良犬ちゃんと毒ミートちゃんが強すぎて私の能力が全然ないです。いい戦いは好きよ。そんな人質を攻撃してる。人質は確か不時属性になってるんで。わっ、惜しい。山賊長だ。山賊長強いんです。逃げます。よく諦めろ。お前は死んだも当然よ。さあどうした、やり返しなさいよ。覚悟しろ。
もうやめて。よし、なんとか倒した。苦しかったです。大丈夫かな。また上にもいる。必要があれば殺すわ。いた。倒した。人質を迎えに行きます。怪我はありませんか。神々を感謝します。行きましょう。これでバトルボーン農場まで連れていく。ファイトランではないんですね。無事に送り届けに行きたいと思います。あんなに明るかったのに、ファストトラベルしたら急に空が真っ暗になりました。夕暮れ時だったんかな。バトルボーン農場に到着しました。本当に感謝します。同胞団の皆さんにもよろしくお伝えください。これでグウェンドリーに別れをつけてミルカスのところに戻る。再びジョルバスクルに戻りたいと思います。ジョルバスクルに戻ってきました。なんだろう。あ、すごい、真ん中から真ん中にコドラク、両脇にスコールとファルカス、ファルカスとビルカス隣同士ですね。とアイラさん、サークルの皆さんが一斉に並んで食事しています。他のみんなは、あれ、他のみんなが見えない。違うところで食事してるんかな。すごいです。みんな綺麗に並んでいます。場所決まってるんですね。いつも無造作に、特に決まってなくて食事しているのですが。質問があるんだ。びっくりした。今はビグナーと同じくらい我々の歴史を知っている。あるか。思い出せたらの話だが、食事が終わったんで、あ、居住地の方に向かうかな。すごいです。ビルカスが錬金術をしています。もっとちゃんと作動してる。質問があるんだろう。今はビグナーと同じくらい我々の歴史を知っている。思い出せたらの話だが。ああ、聞いている。己と同胞団に名誉をもたらしたな。仕事を探してるんですね。ちょっと前にスコールが探してたぞ。邪魔してごめんね。だが焦ってるようだったぞ。頭ゆいですもんね。びっくりです。スコールも何か特殊な絵もするの。すみません、お休み前なのに。見つけたぞ。ああ、どうやらお前の出番だ。先週、学者と名乗る輩がやってきた。そいつはなんと、ウースラドの別の欠片がある場所を知っているという。バカな奴にしか見えなかったが、
もしそいつの言っていることが正しければ、同胞団の栄誉にかけて見つけ出さなきゃならない。わかりました。これは簡単な仕事だ。しかしお前への試練にはちょうどいい。心して当たれ。そうすれば真の同胞団と認めてやろう。今回はファルカスがお前の盾の同志となる。彼ならどんな疑問にも答えてくれるだろう。失望させるなよ。出なきゃ奴は死ぬ。知らないで頑張っていきたいと思います。あ、ご自分のお部屋でゆったりくつろいでいます。準備ができてるといいんだが。ファルカスが盾の兄弟になってくださるんですか？そう聞かされてる。お手並み拝見といこう。これで試験に。あんたが高潔な人物なのか確かめさせてもらう。高潔で強いと証明できれば同志と呼ばせてもらおう。ではダストマンの石塚で会いましょう。遅れるな、盾の姉妹。いらっしゃい。当然、あ、私が先に行きますね。それではダストマンの石塚に向かいます。初めての同胞団の試練です。心してかかりたいと思います。それでは入り口にワープです。先を急ごう。ファルカスの衣装が元の初期装備に戻っています。また今度。また着替えてくれるのかな、心配です。砲弾の試験始まります。ここを掘り返した奴がいるみたいだ。それもついぞ。お、両手武器上がった。いね、足音を立てるな。うん、衣装はどうなってる？元の初期装備になっています。墓石の周りでは注意しろ。ジョルバスクルまで送っていくのは当面だ。トラブル。私のレベルでいけるかな。うわ、ドラグウォーカーも湧いた。勝った、勝った。一人じゃ無理だ。ファルカスいないときつい。この先心配です。なんかファルカスの様子がおかしいです。消えたり現れたり。大丈夫なんかな。先を急ごう。どの影響なんでしょうか。あ、ここにやってきました。消えた。これで
けようとします。お薬持っていきますね。マナユちゃん、こっちにいてね。例のイベントをスタートさせます。出られなくなりました。自分が何に巻き込まれたかよく見ておけ。心配するな、じっとしてろ。何とかしてみる。今のは何だ。ハルカス、後ろ。死ぬ覚悟はできたか。ここに来るのは分かっている。同胞団め、過ちだ。ドイツよ。関係ない。あの防具を着た者は死ぬ。お前を殺せば語り草になるでしょうね。生きてそれを伝えることはできない。ハルカスを殺さないで。になった。怖がらせてしまったらすまない。あ、ちゃんと今度は腕を装備しました。我々に与えられる祝福だ。野生の獣のように恐ろしい存在になれる。いや、ビーストブラッドを持つのはサークルの者だけだ。己の高潔さを仲間に示してみろ。地平ではなく獲物を見よ。困らない方がいい。まだドラグルに襲われる危険がある。ウェアウルフを憎む悪しき人々だ。だから連中は我々のことも嫌っている。みんなではない。だがサークルは全員そうだ。これは誰にも口にしてはいけない。じゃあな。本当に一番最初始めた時は普通のオブリビオンの時みたいな戦士ギルドなのかなと思っていたら、訳ありで、ファルカスの落としたグレソがあった。こちらスカイホーンの鋼鉄のグレートソード、こちらを引き継ぎたいと思います。荷物が重くなってしまいました。ちょっと荷物整理をしてから再開します。このレバーをファルカスが押してくれたんかな。あっと、まずい、見つかった。こっちだ。俺が望みか。ここから変身プレイになります。大丈夫かな。ノーマルモードでもいけるかな。初めて来た時は苦しかったです。レベル25ぐらいだったかな。とても簡単でも苦しかった記憶があります。見たいけど、しゃがむとファルカスがしゃがんだままになります。なので隠密はしないでいきます。あいた、怖いよ。場所取りがなかなか、ちょうど一撃で決まりました。から下に降りていきます。あ、ここにもいるかも。 いた。最初は防御、
もう一回防御。また防御。その程度？防御だけで結構持ってかれますね。さあ、やがれ。いいな。受け止めきれませんでした。さっきのところ戻ってきました。怖いです。勝てるかな。見つけたわよ。囲んで、あとちょっとだ。とどめを。後ろにもレベルが上がりました。今コウモリが飛び立っていきましたね。こちらも新しく追加したモッドです。今現在レベル5ですが、進むことができております。これはトラップだ。いた。何か聞こえたと思ったのに。これが望みか。あ、ごめんなさい。命はいただいた。捕まえてやる。強い。危な。ダストマンの墓地到着しました。ここは怖いですね。ここに来るべきじゃなかったわね。おっと横に。強い。とどめ刺しちゃった。わあ、いっぱいいる。3体もいる。わあ、見つかった。一匹だけならなんとか。他のは。骨を叩き直す。怪人はドルドのものだ。あれ？敵が。これは。もしかして減ったのは、あ、シルバーハンドとドラグルが戦ってて、それで今倒したシルバーハンドだけが生き残ったのかな。これぞ漁夫の利です。この向こうかな。あ、ありました。ダストマンの石塚の鍵、鍵が手に入ったので進みます。本当の戦いはここからです。え、ごめん、忍者に当たってしまった。先制攻撃いきます。私も一緒に来ている。盾の、うわった。無理無理無理です。やだやだやだ、赤いやつや。すいません、邪魔してて。オッケー、これで。ごめんね、苦手なのに戦わせちゃって。ちょっとすみません。終わった。バラバラにしてやる。ドラグルもいた。これは先に進めなくなりますよね。痛いほどわかります。先ほどの戦いが
このファルカスにトラウマを植え付けてしまいました。この先はもうシルバーハンド出てこないのかな。目的地到着しました。習得いたしました。あ、ウルシラドの破片取ります。で、ジョルバスクルに帰る。行きますよ。大した腕じゃないな。でしょうか。これで全部かな。それではジョルバスクルに帰りたいと思います。サークルの兄弟姉妹、今日我々の常名なる家族の中に新しい魂を迎え入れよう。この女は耐え、挑戦し、己の勇気を示した。彼女を代弁する者は誰？目の前にいる者の勇気の証人になる。彼女を守るために盾を掲げる。自分なら二度と世界に裏切られないように彼女の側につく。彼女を讃えて剣を掲げる。敵の血が見たくてうずうずしているようだな。彼女の名を称えて祝杯をあげるか。酒場は彼女の話で盛り上がっているし、勝利の歌でも歌おうかな。ならばこのサークルの判断は決まったな。彼女の心は怒りと勇気で鼓動している。その心こそあの遠き緑の夏の日々以来
東方団を束ねるものだ。我々もそれを打ち鳴らそう。そうすれば山々は共鳴し、呼び声に応じて敵を震わせるだ。そのはずだ。よし、お嬢さん、これで仲間入りだ。期待外れでないことを信じてるよ。ありがとうございます。みんなウェアウルフなんですか？その秘密を知るのはちょっと時期尚早だが、まあ、おっしゃる通りだ。だが全員ではない。獣の血が流れているのはサークルのメンバーだけだ。その血を気に入っているメンバーも中にはいる。アイラさんとスコールかな。年を取ったな。心は地平線に向いているよ、ソブンガルデニア。ただショールがノルドの真の戦士だけじゃなく、獣も天国に入れてくれるかどうかが心配だな。獣として生きていると魂がデイドラの王ハーシーンに引き寄せられるからな。奴のハンティンググラウンドで永遠に生きることを望む者もいるが、ソブンガルデで仲間たちと暮らす方がずっといいよ。ああ、それが簡単にはいかなくてな。まあ、こんな老いぼれの身を心配してくれなくてもいい。今日は君の勇気を喜ぼう。なんであれ、もっといい武器が欲しいならエオルンドに話すことだ。頑張ります。ん？この状態で作ってくれるの？その通りだよ、若いの。同胞団に入ったらしいな。欲しい武器は何でも用意できる。ここにあるのはスカイリムで最高の鋳造器具だ。そうだください。剣だな。プラリアの言葉遣いのように鋭くしよう。あ、言われた。話すのは苦手だ。あ、これで狼装備を購入することが。神は喜んでいる。で、狼のブーツと狼のコテと狼の鎧、これで同胞団の一員になりました。